はい、今回は、論文の読み方としてみました。前の動画にですね、5本論文を読んでいるですね、動画を上げたんですけど、本当に、我ながらひどい内容で、YouTube のコンテンツとして成立していない。で、そもそもですね、論文って何で何なのかという話とかですね、それを読むっていうことについてちょっとお話をしてみたいなと思います。その論文の読み方っていう点でいくとですね、ちょっと参考文献を挙げてきたんですけど、わかる身につく歴史学の学び方という本があり、この中の第7章がですね、研究論文研究書の読み方っていうところです。皆川正樹先生という方が書かれている、パートでして、でこれに、私がですね、コメントとか思ったことを継ぎ出しながらですね、論文とは何かとか、論文を読むってどういうことかっていうのをちょっと喋ってみたいなと思います。だから今回は日本語で喋るので聞き取り可能かなと思います。前の動画すいません。で、この本曰くですけど、論文とは一体どんなものなんだろうと。で大抵の場合、論文には初めにがあり、3章ほどの本文と終わりにがついていると。でこの初めにと終わりにっていうその形式が、この論文を説明するときにですね、真っ先に書かれていて、これって結構重要で、論文って他のいろいろな小説とかエッセイとか解説と違って形式が決まっています。だから論文って難しいものっていう定義は全く当てはまってなくて、論文とは何かって言ったら、この初めにと終わりにが、ついていて、間に3章ほど、挟まっている本文が挟まっているものといっても、まず間違いではないということになります。内容じゃなくて、内容のその難しさとか、レベル、どれぐらい高度なことかとかですね、専門的なことかっていうことは一回置いておいて、正直関係ないですね。関係なくて、論文とは、初めにがあって、3つぐらいまとまりの本文があって、終わりにがあるっていう形式がついていることを論文だという。そしてこの形式にのっとって何が書かれているかと言いますと、初めにというところでは、この論文が扱うテーマと、それに関わる、研究史が書かれます。で、テーマは分かると思うんですけど、研究史、研究の歴史って何だっていう話なんですよ。で論文ってですね、これ本に書かれていないことなんでちょっと離れて言いますと、ゼロからですね作られるものって論文じゃないんですよ。この世の中になかったですね、全く新しい意見を述べている論文としたとしてでもですね、必ず冒頭では研究の歴史を振り返るということが要請されています。これは義務です。でなぜかというと、研究、論文ってですね、これまでされてきた研究に対してですね、批判を加えたり、ちょっと新しい意見とか知見をプラスしたりするっていうのが論文の役割なんですよ。だから過去の研究とのつながりが必須です。だから過去の研究をそのまま中身を継承するパターン、もしくは部分的に修正するパターン、もしくは全面的に覆すことっていうのは、いろいろなパターンがあるんだけど、とにかく前の研究の歴史との関わりの中でしか生まれてこないっていうのが論文です。だから既成概念を覆すとかですね、称して全然ですね、先にある研究とか論文について触れずにですね、自分の思ったこと、考えたことを言っていくというのは、論文足りえない、論文ではないです。で、参考文献に戻ると、論文は必ずこの目的が初めにおいて、示されていると。ですから我々が論文を読むときもですね、この、論文の目的は何かということを、把握する必要があります。で論文の目的っていうのが、さっき私が言ったように、これより前に出ている研究との関係性、これより前の研究をどうしていきたいのかっていうのが論文の目的です。前の研究を支える、もっとたくさんの事例を提供したいのか、部分修正を迫りたいのか、全面的な修正を迫りたいのかっていう、先行研究をどうしてやろうかっていうところが論文の目的です。それ以外のパターンは基本ありえません。だから本の中では、この論文がこれまでの研究のどのあたりに位置するのか示されるということになってますと。
で、その目的を達成するために、間にですね3つぐらいまとまりの文章があり、終わりにというところで要約まとめがされる、結論が提示されるということです。うん、で、まあ、こういった形式を持った論文がものを論文という。で、次にですね、じゃあその論文を読んでいくにあたって何が重要かと言いますと、何を当たり前のこと言ってんだと思うかもしれませんが、内容を理解する、これが論文を読むということの肝です。当たり前じゃないかということなんですけど、全然それは当たり前じゃない、もしくは当たり前にできないことです。で、論文というのはその名の通り論なのであるから、内容の把握もその論文の筋道を追うことが必要となると。で、その筋道を追う方法として、皆川先生はですね、ノートを取りながら読むとか、線を引きながら読むといった方法について、おすすめをされています。で、そうですね、片っ端から線を引いてしまうとどれが重要かわからないというふうにされているので、片っ端から線を引いてしまったり、片っ端から抜き書きを抜粋をしてしまうようであれば、その読みはうまく終えていないと、論旨がうまく終えていないということを示すから、慣れていくしかないというふうに、されてます。で、ここで一つですね、私の経験というか小話なんですけど、図書館でですね、本借りるとですね、たまにですね、線引いてある本が あるんですよ。あれ本当やめてほしいっていうか、ルール違反なんで、やめてほしいって言っていいと思うんですけど、で、昔ですね、その大学で図書館で本を借りてきたらですね、なんか、線引いてあるところが全然的外れなところ、あまり重要でないところばっかり書いてあ、なんか線が引いてあって、で、私はその時の大学の友達にですね、この本を前に借りた人ってなんてちゃんと読めてないんだと、全然著者が言いたいことと、関係ないところに線が引いてあるから読めてないよねっていう話をしたら、それは違うよって言われて、なんだよって言ったらですね、本を読む人にとってはどこが重要かっていうのは、その時の、関心興味の所在によって異なるから、著者が論の中で言いたかったことと、その著者がですね、直接言いたかったことの中心ではないことなのかもしれないけど、それを読む人がですね、関心を持っているところは異なるんだから、線が引いてある場所が例えば著者が言いたいことと違うところとか、その背骨に当たるところに引いてなかったとしても、その人が、ちゃんと読めてないわけじゃないんじゃないのっていうふうに言われて、あ、なるほど、そんな見方もできるのかと思ったんですが、とにかく図書館の本に線を引いてはいけません。で、結局ですね、やはりまずは王道としては、王道と言いますか、ステップ1としては、著者が何を言っているか、論文の著者が何を言っているのかっていうことを、しっかりと押さえていく。それすらできていないのに批判したり否定したりとかですね、していくのはナンセンスですから、それをやっていくと。そうだから、結局ですね、論文読むって何が書いてあるのか、著者が言っていることが合ってる間違ってるとか、自分が賛成できるとか反対だとか、そういうことって二の次で、著者が何を言っているのかをしっかりと追いかける。で、仮にですね、それに反対、自分はなんかそうだとは思わないなっていうことがあったとしても、その時はそれを一回押しとどめておいて、で、著者が言っていることを追いかけるということが重要になると思います。うん、で、この皆川先生の本に、従って読んでいきますと、同じテーマの、論文をですね、いくつか読むと、過去に読んだことがあるような、議論や研究者の名前が、見られるようになると。で、そうするとですね、他の論文とつなげて理解ができるようになる。で、じっくりと検討しなければならない論文か、そうでないかということが見極めができるようになるというふうなことが言われています。そうなんです。そうなんですよ。で、またちょっとこれ本、皆川先生の本から外れてちょっと経験をしゃべるんですけど、何か自分が新しい分野について、勉強したいなと思った時にですね、皆さんどうするのかなっていうことを考えるんですが、一つの本を買ってきて、もしくは借りてきて、しっかり読むっていうのって僕は効率悪いと思うんですよ。で、まあ読書にどれぐらい慣れているかによると思うんですけど、その分野の本を3冊から5冊
欲を言えば10冊ぐらい読めばですね、大体どのあたりが議論の対象になっているのかとか意見が割れるのかっていうポイントが見えてくるんで、全体像の地図が見えてくるんですよ。だから一本のその論文とか著作を読み込むっていうことも重要ですし、何を言っているのかっていうことも重要なんですけど、ステップ2としてはですね、それに関連するいろいろな論文を読んでいくということが必要になる。で、優れた論文といいますか、ルールをちゃんと守っている論文は、自分がでゼロから思いついたとかですね、いうことを言わずにですね、出典、根拠になっているような元になっている資料とか、あと自分がどの発言、誰の発言を踏まえて、言っているかということを示しながら書いてくれるので、芋づる式に、過去の議論を引っ張り出すことができます。ただし注意したいのが、ある著者がですね、例えば A さん、著者が、B さんが過去にこう言っていたからっていうふうなふうに引用しているときに、その A さんは B さんの説を引用してますけど、正しく引用できているのかっていうのって、できているとは限らないんですよ。別に B さんを個人攻撃するためにやっているということは基本ないと思うんですけど、A さん自身の議論をしやすいように、B さんにとってはもしかしたら重要ではなかった周辺部分とか、ちょっと言葉が滑ったようなところとかを揚げ足取りで捕まえている場合もあるから、A さんの本を読んでいく中で B さんっていう名前が出てきたら B さんの本も読むっていう形にして、 A さんはこう言っていると、 B さんはこう言っているっていうふうに整理していく。 A さんが言うところの B さんの意見はこうだからみたいなものを鵜呑みにして B さんの本を読んだことにしてはいけない、といった、もう別に作法ではないです、最低限やるべきことなのかなというのがあります。で、そのようにそれぞれの論文も、正確に読む努力をし、で出てきた関係する、著者とか、関係する論文というのも読んでいくことで、立体的に物事が見えてきますというふうになっていきます。だから論文なので、初めにこの動画で言っていたように、初めにと終わりにっていうのがあって、でそれぞれの文章は何を目的として、でまたそれよりも前に出ている論文とどんな関係だっていうことは言ってくれているはずなので、想像するほどしんどくないんですよ。小説をですね、頭からべったり見ていくっていうことになってくると、読み方の厚さ、どれぐらいしっかり読むのかって、人によって濃い浅いとかが出てきてしまうと思う、濃い薄いとかが出てきてしまうんですけど、論文はルールに取って書かれているから、そのルール通り情報をさばいていけばですね、そんなに困ることはないんですよ。だから例えばそのね、比喩としては適切ではないかもしれないけど、国語辞典はものすごく膨大な分量があるんですけど、我々はあれを目の前にして立ち尽くして読めないとかって挫折することはないんですよ。なぜなら一定のルールに従って書かれているものだから。情報量はものすごく多いんですが、読み方、引き方、例えばその言葉は50音順に並んでるってことが分かれば、知りたい情報にたどり着くこともできるし、でたどり着く中でもですね、国語辞典改めて振り返るとですね、不思議な体裁の本じゃないですか。でも多くの人はそれを使いこなすことができるのは、書かれ方のルールをわきまえているからです。それと同じように、論文は、初めにがあって、3つぐらいの塊の文章があって、最後終わりにで結論がある。でその形式は守られているので、それを機械的にさばいていく。でそれを5本10本、ちょっとハードル高いのかな、2本3本とさばいていくことによって、初めにですね、1本目に読んだ論文で何を言いたかったかも徐々に、分かってくるということになります。で、この皆川先生の、話ちょっと飛ばすんですが、最終的なステップとしては、論文を読むことって何を目指すかっていうと、批判的に読むということを目指すんです。味わい尽くして勉強になりましたとか感動しましたがゴールではなくて、やはり最終的には批判的に読む。ただこの批判的っていう、批判っていう言葉、前も私ちらっと言ったことあるんですけど、別にマイナス要素を見つけて攻撃することを批判的に読むというのではありません。で、論文を批判的に読むっていうのはどういうことか
うん、あ、ここでも書かれてますね。皆川先生曰く、決して腹探しをして文句をつけるということではない。その論文が述べられていることが、事実に立脚しているか、論理が整合的かということを探りながら読むということですと。で、事実に立脚しているかどうかという話ですが、歴史学でいうと古い文章にちゃんと基づいて喋っているか、古い文章が残っていないことなのに、あたかもそんな出来事があったとか、そんなことが指摘できるっていう、まあ、嘘っていうかをやってないですよねと。今回は触れてませんけど、論文ってそれぞれを説明していくために証拠、エビデンス、証拠をですね提示していくっていう、形式を持っていまして、で、歴史学の場合でいくと多くの場合古い文章です。私たちでいくと、例えば陳寿が作った三国志っていう、資料も、これも古い文章には違いないんですが、それをちゃんと踏まえているのかっていうのを、事実への立脚としています。ここはいろんな議論の余地はありますが、ちゃんと古い文章にのっとって書いているのかっていう意味を、捉えておけばいいかなとまず思います。また、論理のついつまが合っているかです。こうだからこうであるっていう論の運びに無理がないか、これもですねなかなか難しくて、単純にですね古い記述があってこういう記述があるっていうふうに言うんだったら絶対正しいんですよ。ただそれだけだと何の意味もないというか、ただの紹介古い文章の紹介に過ぎないわけですよ。例えば出土資料じゃないですけど、初めて発掘された文字が出てきたらですね、こんな文字が発掘されましたっていうのは、それは一つの紹介する意義がありますけど、それだけじゃやっぱり論文とは言えなくて、こういうふうな古い文章がある、もしくは発見されたから、こういうことが言えるっていうところまで進んで初めて論なんですよ。ですからこうだからこうであるっていうふうに説明していくときに、ちゃんと運びに無理がないか、この無理がないかっていうのも、おそらく皆川先生もご苦労されていると言いますか、難しかったんじゃないかなと勝手に思いますが、無理がない論証っていうのはどこまでなのかっていうのは正直難しいんですけど、あんまりその飛びすぎるとね、なんかこじつけすぎとかですねなってしまうんですけど、何もそこから飛躍せず飛び出さずにですね、こんな資料がありますって言ったら、ああそうですかって言って論にならないとかですね、その辺のさじ加減は、まあ、あるもののですね、今見ておきたいのは、論文の中で言われていることで、その証拠からそれは言えないだろうっていうことの飛躍がないのかっていうことを、ちゃんと点検しましょうということ。また、初めにっていうのを、しっかり読み込むというところも、重要というふうに皆川先生は書いておられまして、初めにというのは、研究史の整理だから、この論文よりも前にいろいろ言われてきたことをどのように整理しているのかということですと。で、それもですね、やたらとですね、こんな研究がありましたありましたって羅列していってもですね、だから何ですかってなってしまうので、その著者が関心を持っていることを言うために、前先立つ研究をしっかりと整理していく、広い視野で研究史を振り返り、自分の研究課題を設定しているものが優れた研究であると言ってます。以上、論文について扱ってみたいなという気持ちがあって、論文絡みでちょっとお話をしてみました。もしニーズがあればですね、これに限定せず扱っていきたいというふうに思います。終わります。